何かに届けるデモ音源カセットテーパーズ、今日で6周年です。6年ですよ。あらあら、もう単純に始めた時から6歳年取ったっていうのが恐ろしいよね。6歳か。最初だって若かったわけでもないのに、おっさんがよりおっさんになってしまったというこの現実。6年やってきたわけだから、小学生が中学生になっちゃう？違う、6周年だから6年生、いや違う、違う、こっからが7年目だから中学生か。中学生になったんだ。あら、中学生になっちゃったよ。今回はね、ちょっと振り返ってみましょうかね。オープニング。リスケです。すごいね、6年もやってしまいました。まあ、やめるつもりもないんですが、こんなに続けるつもりもなかったっていういつまでやってるんでしょうね、ゲーム実況をね。でもちゃんとこう数字を見ていないからはっきりとはわからないんですけども、この1年が過去最もプレイしたゲームの本数が多かったと思う。だから動画本数も一番多かったっていう、すごいよね。ここに来て一番活発的になってるいやー、飽きてくるんじゃないの、6年もやれば。普通ここに来て一番動いてるってすごいな。飽きるってことは全然ないですね。まあゲームしてるだけですからねもう立派な趣味になりました。6年続く趣味ってなかなかないですよね。自分で他で考えた時、なかなかないと思う。この1年はですね、やっぱり大きかったのはファーストキスストーリーとの出会いなんじゃないかと思うんだけど、少し前までね、ずーっと春から夏にかけて、この夏にかけてずーっとプレイしていましたが、こんな名作が埋もれていたのかと驚きましたね。あとはヤルドラか。ヤルドラやったなぁ。夏にダブルキャスト、秋にサンパギータ、冬雪割の花、春季節を抱きしめてっていうことで、それぞれ季節に合わせてプレイっていうのをね、1年かけてやりましたけども、やっぱ赤坂みつきのインパクトはでかいなでも物語が特に好みだったなって思うのはサンパギータかな。サンパギータなんか妙に好きですね。曲も好きなんですよね、ホールドオン。サンパギータはプレイし終わってからもしばらく余韻でマブーハイって言ってましたねなんかそんな覚えがありますよ。あとはね、スイートレガシーだったり、おかえり夕凪色の恋物語、フルハウスキスなんかもねやりましたね。懐かしいな、なんかその辺な。あとはシリーズもので言うとブルリフ対ソウルキャリバー、覗き見ねえ、なんかいろいろ本当手を出しましたけども、もうさっきも言った通り、とにかく数が多すぎて語っていくともうキリがなくて、そういうなんかシリーズになったものだけじゃなくて単発ものっていうのがこの1年はすごくたくさんプレイしていて、個人的にはスチームの謎の無料ゲームに手を出したっていうのがあれ結構面白かったんですけどね。あとスイッチだ、そうだそうだ、スイッチのね、フィットボクシングとかジョイサウンドするとは思わなかったでしょ。普通にカラオケをするっていうジョイサウンド回まあ1回ぐらいあんなんがあってもいいんじゃないかなっていう。PS5 ってこの1年だったかな。でもスイッチ買って PS5 買って、なんか遊べるゲームの幅っていうのはどんどんこう広がっていく。それと、そうだそうだ、これはちょっとお話ししておきたかったんだ。かまいたちの夜シリーズをね、ずっとプレイして、新かまいたちの夜を確か今年の1月とかからだったかな、プレイしてたんですけど、そのシリーズがね、途中で終わっちゃってたんですよ。っていうのも、一緒にプレイしてた方がもう出演できなくなっちゃったんで、新かまいたちってあれ PS3 で、俺持っていないから、そのゲストさんの PS3 を使って、で、画面共有して収録っていう感じで、やってたんですけども、途中で終わっちゃってんのが、やっぱ自分的にもすんごい気持ち悪いし、で、ゲーム自体もね、新刊も面白かったから、展開も気になるから、PS3 買いました。
ついに買ったよ PS3。 もうここからは自分で PS3 買って自分で新かまいたちの夜プレイしていこうってことでね。いやでも意外と高くて PS3 が2万円ぐらいしたね、中古品で。でさ、これめんどくさいのがさ、めんどくさいって言っちゃっていいのかな。動画を撮るとなると、ちょっと他のゲーム機とは特殊で PS3 って HDCP っていう機能を解除しなくちゃいけなくて、 PS4 や PS5、まあ、スイッチなんかは、いや、スイッチは別になかったかな。そう、PS4、PS5 は設定画面から普通にオン、オフってできるんですけども、 PS3 の場合、これがHDCP がオンの状態がデフォルトで設定を変えられないんですね。なので、別途でそれを解除するためのキャプチャーボードを買わなくちゃいけなくて、それも買って、で、本体買って、HDMI ケーブルとか買ってってなったら結構な出費になっちゃって。いや、でもあれですよ。いくらお金がかかると言っても収益化だけは絶対にしないですからね、このチャンネルね。今現在登録者数がありがたいことに1500何人とかね、いらっしゃって。お金は絶対にもらいたくないな。PS3 を買うのだってね、全部趣味です。全部、結局自分の趣味なんで。そう、そんで、新かまいたちのソフト買って、他になんかあるかなと思って中古ソフト探してたら、これ安かったからつい買っちゃったんだけど、ファイナルファンタジー13 買ってみたんだけど、どうかな？やろうかな？すごい悩んでるんですよ。ライトニングさんのやつ。ライトニングさんのやつ、考えてみたら全然ストーリーとか知らないし、なんか、コクーンのパルシが、パージーみたいな、なんか、わかんねえよみたいな、そういうネタしか知らないから、俺考えたら全然知らねえなと思って。で、中古で、100何円とかで売ってて 哀れになるような値段で売ってたから、すげえ安かったから買ってみた。でもこれを動画にするのかどうかが結構悩んでて、完全初見ではあるから色々楽しみではあるけど、FF13 ってかなり賛否両論じゃないですか。自分がな、ハマらなかった場合、そこそこ長いシリーズになりそうだし、そうなるときついよなっていう、ちょっと悩んでますね。まだちょっとわからないですけど、そのうちね、ポーンと FF13 の動画がアップされるかもしれません、このチャンネルで。そうそう、そんな感じで、ここからは PS3 も導入ってことで、さらにますます環境が広がっていくっていうね。そんなに何するんだよ、本当にね。それとこの1年ではほぼ使っていなかったけど、自分が持っているゲーム機で言えば、まあゲーム機というか、まあレトロフリークも持ってますから、ファミコンだったり、スーパーファミコン、ゲームボーイアドバンスだったり、メガドライブなんかもプレイしようと思えばできるっていう もう、何すりゃいいのか わかんなくなってくるな。でも、あくまでね、自分の好みで、やりたいことやります。はい。このラジオも好きでやってるわけですからね。いや、好きじゃないと6年っていうのは続かないんじゃないのかな。本当に、本当に楽しいんだろうね、俺ね。なんか改めてそう思いますよ。すごい楽しいから、これだけ続いて。なんかこうゲームしながら喋りながら動画にするっていうのがめちゃくちゃ好きなんだろうなっていう。まあそれを見てくれて、どこかのどなたかがね、楽しんでくれたら幸せだなっていう。まあこんなやかましい場ではありますけども、作業用 BGM。作業用動画にでもね、流してくれたらなぁなんていうふうにね、ちょっと思ったりするんですけども。ただまあ最近はね、喋りの方でね、私自身もう老化なのかな、言葉がとにかく出てこない。なんかこれ去年も言ったような気がするな、どうかな。同じこと言ってたら恥ずかしいな。言葉が出てこないのがね、悩みですね。脳が口に追いつかないっていうか、あと、すっごい、膝がポキポキなるんだよね これ結構な悩みなんだよね。なんか、まあ、この1年もスタイルは変わらず、収録時は気合を入れて、立ちながら収録っていう感じで、立ち喋りで、収録しているんですけども、ちょっとこう、体勢を動かすと膝がポキッ、
ポキポキって膝が鳴っちゃうんですよね。多分結構マイク拾っちゃってるんじゃないかなって思うんですけども、ちょっとそこを改善していきたいな。膝のポキポキ、ストレッチだねそれをしていきたい。うん、じゃあそんな感じで終わるの終わるの、これで終わるの、なんだろうこのお祝いムードのなさが、なんかあれかな。だってなんか6年って中途半端な年数って言ったら、いや中途半端だよね6年って中途半端だよね。5年の時は5年やりました、うわーってなんかすごいこうおーっていうちょっとした達成感みたいなのがすごくあったんですけども、6年ってななんか中途半端な年数だよな。うん、まあ特に何も変わらずね、今後も遊んでいきます。体調に気をつけてね。まだまだね、こんなご時世ですから、いろいろありますけども、うわーなんか真面目にまともに締めようとしている自分が今嫌だった。今なんかご時世を語ろうとした自分が今一瞬すごい嫌だった。中学生なんだよ俺、まだ中学生がご時世とか言ってちゃダメなんで、おちんちんの話題で盛り上がってるぐらいでちょうどいいんだよなんでご時世で締めようとしてるんだよいやーでも中学生なんつったらもう結構立派なおちんちんなもんでしたよ。こう中学生ぐらいの男子の悩みで言うと、ブリーフからトランクスへの切り替えのタイミングっていうのが難しくてね、あれ悩んだよね。体育の時間とかで着替えるときにさ、いち早くトランクスに変えたやつめっちゃいじられてるのとか見たから、なんかあれはちょっとなかなか勇気いるよな。かといっていつまでもブリーフ履いてるっていうのもな。でも中学の頃には俺はもうトランクスだった、そうそうトランクスだったわ。俺も中学の最初の体育の授業の時に、校庭で何やったかまでは覚えてないんだけど、体操服着てさ体育座りしてたら、なんか隣のやつに、おいイスケ、まあ思いっきり金玉出てるぞっていうのは言われたのをなんか覚えてんだ。金玉出てたってことはもうブリーフじゃないんだよね。トランクスだったんだろうな、もう中学の時には。いやだってあんな短いさ、体操服、男子出るよね、そりゃ中学生にもなったらね。今ってもっとハーフパンツみたいな感じでしょ。もう俺が中学の時ってほんと短いやつだったからね、あれ出ちゃうよね。女子はブルマ、いやブルマではなかったか、小学低学年の頃は俺の世代はブルマだったかな。なんか高学年らへんでブルマ廃止みたいな流れになったような気がするけど、どうだったかな。うん、あとそのぐらいの頃の悩みとかで言うとさ、修学旅行の時にみんなでお風呂に入る時に、生えてきたおちんちんの毛を若干剃った方がいいんじゃないかっていう心理戦これ伝わるんじゃないかな、男の子にはみんな。どうしようっていう、このぐらいでいいのかな、これ適正の長さなのかなっていう、わかんないからさそれ悩むよね。多分きっと女の子も同じ悩みあったと思う。あ、女の子の場合多分きっとブラジャーをいつからするかみたいな、そういう悩みに似てるんだろうな。胸が大きくなってしまったけどそれが恥ずかしいみたいな、そういう悩みなんだろうな。これ何の話してんのこれ何話してんの。6周年で話す話じゃないよね。金玉が見えてる話とか、6周年でする話じゃないね。はい、以上。もう終わり。もう終わりだよ。まあ、6年ね。6年。まあ、確かに中途半端っちゃ、そうなんだけど、もっとなんかこう、うん、特にない。特になんもない。今、脳みそを探ったけど、特に何もなかった。言っちゃったよ。ぶっちゃけちゃった。6周年、特に思うことなし。はい。ありがとうございました。お相手はイスケでした。今後もよろしく。エンディング。